一通りね、えー、セットアップ、えー、終わりまして、起動できるまでしました。まあ、こんな感じですね。最初はもうゴパクトマイクロソフトのエッジ、これだけですね。あとはまあ、いっぱいまあ出てくるんですけどね。まあ、知ってる人は知ってますよね。こんな感じでダーッと出てきます。 あとはまあ、ネット回線今つないごうかなーって今考えております。では、えー、っとね、音鳴らんなーと思ったらね、あの、音が小さくなってて、<laughs> 出るわけねえわな。本体の俺で音小さかったん、ね、で。で、調整して、こっちもね、つまみ調整したら音鳴るようになりました。 ではね、以上、起動までようやくできたという動画です。ご視聴ありがとうございました。